おはようございます。ズネです。今回ご紹介するのはアドバンスストライクですね。以下アドストというふうに略していきますけども、アドストは2024年1月30日のアップデートで追加された新システムとなっております。シャッターストライクと似てるんですけども、これシャッターストライクで、これがアドバンスストライク、アドストなんですけども、見た目似てますよね。似てるんですけども、細かな部分が異なっています。今画面にバーッと出てますけども、こんな感じで性質、特徴、結構違うものがあるんですね。これらをまず順に見ていきたいと思います。その前に表記表現における注意事項として、 A を弱パンチ、 B を弱キック、 C を強パンチ、 D を強キックっていう昔ながらのネオ上の頃からある伝統的な表現を用いて説明をしてってますんで、その点をあらかじめご承知ください。それでは早速アドストの性質特徴を見ていきましょう。一つ目がコマンドは214プラス CD ということで、竜巻プラス CD ですね。シャッターストライクが波動プラス CD だったのに対して、アドストは竜巻ですよと、そういうコマンドの違いがあります。二つ目がこちら、出すと 0.5 本ね、ゲージを 0.5 ゲージを消費するんですけども、ヒットまたはガールさせると返ってくる形になっています。ゲージが返ってきます。これ 0.5 本消費するだけなんで、先方でも狙いやすい。先方ってゲージ0本から始まりますんで、ゲージがあまり潤沢ないんですけども、 0.5 本だったらすぐ溜まりますんで、すぐにこのアドスト出していける形になります。でヒットかガードでその 0.5 本が返ってくる形になりますんで、今 1.5 本から1本まで減って 0.5 返ってくるから、また 1.5 本になってますよね。こんな感じでゲージが返ってきます。これヒットしてますけど、ガードであっても同じで、空振りさえしなければ、もしくは出始め潰されたりしなければ、こうやって 0.5 本が返ってくるんですね。3つ目がキャンセルでは出せないっていうものですね。このアドストはガールさせると有利フレームが取れるようになってますんで、これキャンセルで出せちゃうと攻め継続であまりに強いってことになりかねないということを考慮してなのか、通常技特徴だからキャンセル出すことができないようになっています。コマンド入れても、その竜巻プラス CD に対応した下技、別の技が漏れちゃってる形になります。キャンセルで出せないので、出すんであれば単発で、生で出していく形になるというところを押さえておいてください。4つ目が攻撃判定の発生が遅いというものですね。これ発生遅くなってまして、多分28フレ発生、結構遅めになってまして、見てから対応される可能性があります。派手なエフェクトもあるので、慣れている相手はこちらのエフェクトを見てから前転して、なんか反撃を決めてくる可能性があります。今ちょっと遠かったんで入りませんでしたけど、こんな感じで今パニッシュ出てますよね。こうやって反撃を決めてくる可能性があります。なので割とリスクはあるっていう、そういう行動になってますね。5つ目がガードポイントの発生が遅く、持続が長いってものですね。アドストにはガードポイントがついてまして、相手の攻撃を受け止めることができるんですけども、そのガードポイントが出現するまでの間が結構長めになってます。多分7フレですね。ギリギリでやっちゃうとこうやって潰されちゃいます。エフェクトが出てるんですけども、 0.5 本消費してるんですけども、こうやって潰されちゃうんですね。少し早めに出すことができていれば、こうやって受け止めることが可能ですね。出が遅いということで、ガードポイントの出が遅いということで、相手の打撃を受け止める用途で使うっていうのは少し難しくなってます。結構早めに出しておく必要がありますんで、実戦で狙って使うっていうのが若干難しいんですね。ただその代わりに攻撃判定が出るまでガードポイントが持続しているみたいで、相手の多段技なんかも受け止めやすくなっています。クローネンのクライマックス消費者なんか多段技で強力なものになってるんですけども、これに対しても受け止めて当てるなんてことができるようになってるんですね。いずれにしても出始めは相手の打撃暴れに弱い点を押さえておく必要があります。相手がこういう感じで連続側じゃないようなのをやってるところに割り込みで出そうとしても潰されちゃうわけですね。最速で打撃を起こす相手には有効でないと、口述しますけども、投げ起こす相手には割と有効だったりしますんで、投げはまた別なんだなっていうところを押さえておいてください。カッコ9で触れることになります。6個目がガールさせて有利で、ガードクラッシュ値があるというものですね。ガールさせると2フレの有利が取れるようになっています。なのでその後に攻めを継続できるようになってますね。前は密着ではなくなりますけども、その後近距離の通常技なんかを出して攻め立てるってことができるようになっています。通常の特徴だからキャンセルで出せるわけじゃないっていうのは先ほどご紹介した通りなんですけども、これキャンセルで出せないので攻めに使いやすいのかって言われるとそういうわけではないんですけども、ひとまずガールされたとしても安心だし、むしろそこから攻めを継続していけるいい状態になりますよと、有利な状態ですよっていう感じですね。でガードクラッシュ値も多少あります。そんなにいっぱいあるわけじゃないですけども、どうやら 15% 分みたいなんですが、一応ガードクラッシュ値がありますんで、相手がアドストをガールしてくれた場合にはガードクラッシュを狙っていくってことも一応可能になっています。7つ目がヒットさせても追い打ちは不可で強制ダウンですよっていうものです。地上空中問わずこのアドストをヒットさせると相手を強制ダウンさせることができるようになっています。ただこれ吹っ飛んでるところへの追い打ちもダウン中の相手への追い打ちも不可能になっています。これ決めたくっても当たらないんですね。これ空中の相手に対してこうやって決めたとしても、フレーム的にもそうですし、とにかく追い打ちが入らないように、何でも判定であっても追い打ちが入らないように作られてるみたいです。
8個目が空振ると隙があるってものですね。空振ってしまうと隙が大きくって痛い反撃をもらう可能性があります。これ空振るとちょっと不自然にニュートラルポーズみたいなのが挟まってやっと動けるようになるみたいな、そんな形になっています。これ出した後に上入れっぱにしてるんですけども、ちょっと一瞬ニュートラルポーズが挟まってからジャンプが出てますよね。これぐらい隙が大きくなっています。カッコ4で触れた通り派手なエフェクトもあるので、慣れてる相手は死人してから緊急回避をしてで反撃を決めてくるかもしれません。結構隙がありますんでリスクがあるんですね。ただガードポイントで受け止めていると、相手の攻撃をガードポイントで受け止めているとその後の隙が減るようになっています。もう一回単発で出して上入れっぱしていますけど、こんな感じでちょっとニュートラルが挟まって全体フレーム長いんですけども、相手の技を受け取った受け止めた場合ですね、今飛び道具打たせてそれをガードポイントで取ってますけども、こうすると変なニュートラルポーズが挟まらないで割とすぐに動いて隙が減ってるってことが見てわかるかと思います。結構隙が小さめになるんで、ガードポイントで相手の動きを受け止めていれば前転されたとしてもフルコンもらうみたいなことにはなりにくいっていう、そういう感じですね。ただこれガードポイントで受け止めた後にこうなるだけなので、この点を狙って有効活用するっていうのはちょっと難しいのかなっていう気がします。9個目が投げに対する当て身性能があり、投げを受けると追い打ち可能っていうものですね。相手の地上での投げを受け止めることができるようになっています。見た目的にはこんな感じですね。今は社には透かしで1フレ投げやるように覚えさせてるんですけども、それに対して合わせて出してやるとこんな感じで投げを受け止めて攻撃をすることができると。でこの投げに対する当て身の発生は4フレになっておりまして、ギリギリでやっちゃうと今みたいにエフェクトが出てゲージも使ってるのに投げられちゃうという悲しい結果になります。ですので残念ながらアドストの出始めっていうのは打撃と投げの両方に弱いってことになります。出かかりはちょっと弱いんですね。で相手の投げを受け止めるとその後に出る攻撃判定の性質が変わります。普通に当てるとこれ強制ダウン奪えるよって話を先ほどしましたけども、これ投げを取った場合には性質が変わってこれ確定でヒットするし、当たった相手には膝崩れダウンを奪うことができると、この追い打ち可能なダウンを相手にさせることができるようになってるんですね。膝崩れダウンとなってる相手にはいろんな打ちが入るようになってまして、これシャッターストライクでも膝崩れダウン奪えるんだから同じような感じなのかなというふうに思わせておいて、実はアドストによる膝崩れダウンの方が有利フレームが長くなってるんですね。ベニマルだったらシャッターストライクの後これ前 B が間に合わない、入らないんですけども、これアドストによる膝崩れダウンは有利フレームが長いのでこうやって前 B が間に合うんですね。なのでシャッターストライク後よりも追い打ちのバリエーションが結構豊かになってるかなと思います。シャッターストライク後にこれ入れば間に合えばよかったのになみたいなのが、このアドストの投げ取った後であれば追い打ちとして入るみたいなことが起きるわけですね。ただコンボ補正が結構重めにかかってる形になりますんで、痛いのを決めたいと思ってもそんなにダメージがなかったりします。これね、せっかくやったとしてもダメージは若干寂しいものになっちゃったりするんですね。ゲージを使ったとしてもこんなもんしか減らないと。補正は重めなので、まあ、ダメージを少しでも伸ばすためにたくさんゲージを使うか、ゲージをあまり使わないうちにするかっていうところは状況ごとの判断が必要になるかなと。アドストは相手の通常投げを取ることもできますし、移動投げを取ることももちろんできるようになってますし、あとは無敵投げであっても取ることができるようになっています。まあ、投げであれば基本的に取れるという形なんですね。ただ飛び上がるタイプの投げは取ることができないようになってますので、そこは注意が必要です。これ取ろうとしても飛び上がるタイプのは一方的に投げられちゃうんですね。あとは後ろから投げられたような場合でも無理ですね。これ投げの当て身の持続は長いんですけども、しっかりあるんですけども、後ろに回られちゃった後っていうのは投げを出されても投げを当て身で取ることができないようになってますんで、まあ、そんな状況実戦ではなかなかないと思うんですけども、まあ、そこのところも頭の片隅に入れといてください。はい、じゃあここまで9つ分アドストの特徴、まあ、性質を見てきたわけなんですけども、ここからはアドストの使い道について考えていきたいと思います。戦術の性質特徴を踏まえて、私の考える現時点でのアドストの使い方を、使い道をご紹介していきます。集約すると次の2つになるかなと。1個目が相手がおとなしくしていそうなところで出す。2つ目が相手が投げを出しそうなところに合わせるっていうものですね。これも順に見ていきますけれども、1つ目、相手がおとなしくしていそうなところに出す。これは、アドストを相手にガードさせて攻めを継続するっていう使い方ですね。アドストは相手がガードしてくれる分には美味しいっていうのは先ほどお話ししましたけど、これヒットはガードでね、消費したゲージが返ってきてプラマイゼロになりますし、ガードさせて2フレの有利が取れるようになっています。そしてガードクラッシュ値は 15% あるし、削りダメージも大きくはないんですけども16あるんですね。ガードしてくれる分には結構美味しいので、ヒットしてくれればもちろん強制弾奪えるしダメージもあるんで、それはそれで美味しいんですけども、ガードをされても全然困らないものになってますので、相手がおとなしくなっていそうなところで出していくっていうのでいいと思います。こんな感じでジャンぶっ飛ばしガードさせた後とか、
固めてる最中に突然出していくっていうのでも割といいんじゃないかなと思います。ただアドストは発生が遅い、おそらく28フレになってるので相手に緊急回避とかジャンプでかわされちゃう可能性があります。かわされてそれでコンボをもらう可能性があるんですね。エフェクトも結構激しめで派手めで分かりやすいので警戒されてるとやっぱ見てから前転されちゃうと思います。また出始めにガードポイントがないので、これガードポイントの発生7フレなんで最初の6フレ分にはガードポイントがないってことになるんですけども、これ相手が暴れてるとこうやって潰されちゃうことがあるんですね。また投げに対する当て身も4フレ目から出ますんで最初の3フレーム分は投げに対して弱いんですね。タイミング合えばこうやって取ることができて相手の投げを潰すことができるんですけども、これ出すタイミングが噛み合わないと掴まれちゃうんですね。こうやってキュピンってなってるけども投げられちゃうと。なので出始め相手が最速で動いてると打撃暴れとか投げ暴れどちらにも負けちゃうっていう、まあそういうフレームがあるわけですね。そういう弱点がある点には注意が必要です。二つ目が相手が投げを出したのところに合わせるっていうものですね。こちらの使い方がアドストの真骨頂かなと思います。アドストは投げに対する当て身性能を備えていて、最初の3フレはないにしてもその後は投げに対する当て身がついていて、相手の投げを受け止めてコンボを決めるってことができるようになっています。具体的な出しどころとしては今画面にバーッと出てますけども、この3つかなというふうに思っています。順に見ていきましょう。出しどころの1つ目丸1が起き上がりに置き攻めで重ねるっていうものですね。相手をダウンさせてから起き上がりに重ねてやるといいです。相手ダウンさせて密着してるともう通常投げがあまりにも強くてですね、本作リバーサル通常投げ内擦りが本当に強いので技重ねてるのにリバーサルの通常投げに掴まれちゃうってことが本当に多発します。起き上がりに投げを擦ってくるって相手が本当に多くいるんですね、まあ、私自身も結構擦ってます。そういう擦る相手には起き上がりにアドストを重ねてやれれば、その投げ擦りをアドストの当て身で取ってこんな感じで追い打ちを決めることができるようになってるわけですね。この出し方であれば相手が動き出せるようになる前にアドストを出す形になりますね。ちょっと早めに出しておくことになりますんで、これであれば出始めを潰されるってことが基本ないわけですよね。自分が重ねるの遅いと、まあ、打撃に負けるとか投げられちゃうとかありますけども、ちょっと早く出していれば7フレ前に出すことができていれば、相手が打撃で暴れていたとしてもガードポイントで受け止めることができるし、投げでやってもその投げを当て身で取ることができると、まあ、そういう形になるんですね。とりあえず7フレ前っていうのはあんま意識すると少し難しいかもしれませんけども、ちょっと早めに出しとけばいいんだっていう感覚で重ねるので OK ですね。そうすれば投げと打撃の両方に対応することができます。ただ逆に早めにアドストを出す形になっちゃいますんで、相手がアドストを見てから緊急回避でかわしてコンボを決めてくるみたいなことが、まああるかもしれません。こうやって、ね、演出を見てから派手なこのエフェクトを見てから前転して後ろからコンボを決めてくるみたいな、そういうリスクがあるんですね。二つ目、丸二ですね。空ジャンプして密着してから出すっていうものですね。いわゆるスカシアドストです。見た目的にはこんな感じ。これは KF シリーズの経験が豊富な相手に対して有効なものですね。本当に有効です。空ジャンプで密着すると経験豊富なプレイヤーは投げ外しを兼ねて、まあ、暴れと投げ外し、あわよくば投げちゃうみたいなのを兼ねて、横方向プラス強攻撃ボタンっていうのをスカシのジャンプに対して入力することが多いんですね。もう多いどころかもう手癖になっちゃってもう必ずやっちゃうみたいなプレイヤーも結構いるんじゃないかなと思うんですけども、そういういわゆるファジー投げをやってくる相手っていうのは経験者にはかなり多くいます。ここにアドストを出してやることによって相手のファジー投げをアドストの当て身で取ってコンボを決めるみたいなことが可能なんですね。ただ注意点として相手がファジー投げじゃなくって打撃を出してきた場合、例えばまあ別にレバー入れないでね、ニュートラルであの C を押すみたいなのでもいいんですけども、そういうことやってきた場合には普通にその出始めの6フレはガードポイントもないので、そこを殴られちゃってまあ潰されるみたいなことも結構あるわけなんですね。こんな感じでエフェクト出てるけど負けちゃうみたいなのが結構起こりうるわけですね。いわゆるコパン投げ抜け仕込みみたいなことをやってくる相手にもまあダメですね。あのコパンを出しといてその後に横と C を入れてで投げ抜けを仕込んでるみたいな相手に対してもあんまり有効ではなかったりします。これをしっかりやってくる相手にはこのスカシのアドストはかなり通じづらいので注意が必要です。それだけじゃなくってそもそも相手のファジー投げの入力が早かった場合、タイミング的に早くやってきた場合にはこうやって着地を投げちゃう、そのアドストの出始めエフェクト出てますけどもそこを投げちゃうなんてことも結構あります。ちゃんと 0.5 音で使っちゃってますよね、これね。相手のファジー投げが早かった場合、遅ければこうやって掴めるんですけども、確定させられるんですけども、早めだった場合には0.5本失って投げられるみたいな、まあ、そういう悲しい目に遭いますんで、そこは注意が必要です。こんな感じでスカシジャンプから出すのもそれなりに有効ではあるんですけども、全幅の信頼における選択肢というわけではないので、まあ、これに
まあ、その一発逆転をかけるっていうのも、まあ、ちょっと危ないかなという気はしますんで、まあ、相手のその手癖みたいなのを見て、それでやるかどうか考えていくってところになりますかね。3つ目、丸3、ダッシュして密着してから出すっていうものですね。丸2で触れたように密着すると経験豊富なプレイヤーは投げ寿司を兼ねて横方向プラス強攻撃ボタンを入力してくることが多くなります。まあ、いわゆるファジー投げですね。これもファジー投げ、本当に透かしだけじゃなくって、ちょっとした隙間にも横方向プラス強攻撃ボタンを押す、入力するっていうプレイヤーは多くいます。私もそうです。で、ダッシュで密着してからアドストを出してやることによって、相手がうわっと思ってファジー投げをしたところをアドストの当て身で取ることができるよねと、まあ、見た目的にはこんな感じです。こうやってコンボを決めるチャンスをものにするというものですね。まあ、これも結局透かしで出してるのとやってることは似たようなもんで、出始めは打撃にも投げにも負けちゃったりしますんで、でこれ相手が最速で投げてる場合には、まあダメだったりするんですね。これまあ投げ抜けになってますけど、コマンド的に投げ抜けになってますけども、ああいう感じでエフェクト出てるけど投げられてるっていう、そういう状況は普通に起こるし、コパン投げ抜け仕込みやられてる場合には、まあ、ダメだよねってことになりますんで、まあ相手のファジーとのタイミングの噛み合い方次第だし、コパン投げ抜け仕込みに対してはこれ相手側は投げは出してないんで、打撃で暴れてるだけになりますんで、このアドストで投げを取るってこと自体ができない形になります。まあ、ちょっと不安定ではあるんですね。スカシと並んでこのダッシュして密着してから出すっていうのもちょっと不安定ではあります。まあ、そもそも 1,2,3 のいずれについても、遅らせ下段とか投げ間以外での下段から下段技からコンボを狙うっていう方が、まあ、リスクリターンいいんですよね。このアドストバトと出すっていうよりは、遅らせ下段とかちょっと下がって下段みたいなことをやった方がリスクリターンとしてはいいことが多いです。例えば、丸1の起き上がりに重ねるってやつ。相手が起き上がりに投げこすりしてると、近づいちゃうとこうやって投げられちゃうわけなんですけど、技重ねても投げられちゃうわけなんですけども、ここを、一歩、後ろに下がってですね、ちょっと離れた位置から、通常投げの間以外から技を重ねてやれれば、そこにヒットして、普通にコンボに行けるわけなんですよね。こちらの方が、相手が、まあ、見てから前転するだとか、そういうこともできないので、そしてコンボにも痛いのに行きやすくなってますんで、まあ、リスクリターンの面でこっちの方が結局いいんじゃないのみたいなところがあります。工夫した遅らせ下段や投げ間以外からの、まあ、下段技でそこからコンボを狙うっていう方が、まあ、結局いいことが多いかなっていう気がするんですね。アドストは投げを取ったとしても、その後の補正のために痛いお打ちをやや決めにくくなってますんで、頑張ったとしても、先ほどお見せしましたけども、こういうのを決めたとしても、ダメージとしてはちょっと物足りないことが多いです。たくさんゲージを使っても体力半分も奪えないみたいなことが結構あったりしますんで、それでいてね、緊急回避されればコンボをもらうリスクがありますんで、まあ、ちょっと悩むところではあります。やっぱり理想は遅らせ下段とか投げ間以外の下段からコンボを狙うってことになるんじゃないかなと思います。さて、いずれにしてもですね、このように相手が投げ出しそうなところに合わせて出しておくことで、こうやって相手の通常投げ暴れとかコマンド投げとかそういうものをアドストで取っておくことによって、ああこれ擦ったらまずいな、投げ出したらまずいなっていう風にためらわせることができるようになります。そうなると逆にこちらから攻めやすくなったり、投げを仕掛けやすくなったりします。アドストに弱しておけば相手側は擦ってこなくなったりするってことが期待できるわけですね。相手がおとなしくなるので、起き上がりに技を重ねやすくなったりとか、あとは空ジャンプから下段とか投げを仕掛けやすくなるんですね。透かしのアドストを見せておくことによって、相手はファジーができなくなるんで、ちょっとガード勝ちになるはずですんで、そこに空ジャンプの、その透かしジャンプからの下段とか投げを仕掛けていくと。リスクとリターンの面では、先ほど述べたように、まあ、遅らせ下段とかの方がいいんじゃないのとか、まあ、そのね、結局微妙な部分は、まあ、あるにはあるんですけども、投げをアドストで取った時の気持ちよさは、なかなかのものですよね、これね。してやったり感がすごいので、気持ちよさもなかなかありますんで、まあ、ついつい狙いたくなっちゃう新システムだなと思います。ひとまずこのアドストで投げこすりしまくる憎いあいつを分からせて気持ちよくなっていきましょう。はい、解説は以上です。日本語英語字幕付きの KF の動画を今後も作っていく予定でおりますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではここまでご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。